作っている職人で、よく遊びに行ってたからだと思うんですけど、木を触ったりとかは好きで、尊敬していた祖父が教えてくれたものづくりの楽しさ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は美術家荒木ゆかり。子どもの頃から何よりも物を作ることが好きだった彼女がこの道に進んだのは必然。工作本当好きでしたね、友達がみんなこうリカちゃん人形とか持ってるんで、一体遊ぶために買ってもらったんですけど、興味がないんでもうすぐやめて、おもちゃを買ってあげるよって言われても、そのおもちゃを真似て作る方が好きで、ちょっとひねくれてて、こう折り紙とか段ボールとかでこう切り貼りして遊んだりっていう方が。そして今、芸術の道へ足を踏み入れた彼女にはこだわりのルールが。なんか既製品とかってこうチープでそんなに価値がないように思われるものが多いんですけど、それをこう寄せ集めて作って、それがこう全然違うものにこう見せようと思ってやってるんですけど、もうすでに何かであるものっていうのが重要で、その何かであるっていう意味だったり、そのものの先入観とかそういうイメージみたいなものも作品の素材として使うっていう風にしたくて、何かっていうイメージよりはいろんなものに見えるように形態を作っていて、結構完成形まで最初にポンってイメージが湧くんですけど、その中で、あ、こういったモチーフがいるなっていうのをこう自分で集めてきて、でもちろん最初イメージしている以外にもっと、あ、このモチーフが合うなっていうのも出会うので、そういうのはどんどん取り入れて、最初に思い浮かべたイメージよりもいい作品になるように常に、作っています。既製品を全く別のものに変える、そんな荒木ゆかりのブレイク前夜。違う世界、違う見え方がすればもっと世界が広がるんで、そういう見え方、見せ方ができればいいのかなと、きっかけになればいいのかなと思っています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はバルーンデザイナー神宮恵美のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。